私の名前は、キミヤ・カズキと申します。名山キミヤというお店を、しております。お寿司と日本料理のお店です。高校卒業して、オーストラリアのブリスベンに留学に行きました。4年間です。オーストラリアから帰ってきて、東京に修行に行きました。お寿司の修行に行きました。やっぱり東京、お寿司で言うとやっぱり東京が、多分日本のもうメインになると思っていますので、そこで3年間ちょっと有名店なんですけれども、そこで働かせていただいて、で、うちの父が、ちょうどその3年経った時に倒れてですね、それで宮崎に帰ることになりました。実家が宮崎のその寿司屋なので、そこでそのままそこに入り、兄弟と一緒にこう仕事をしていく中で、寿司屋さんだけだと東京の主流のスタイルとはまた違ったスタイルっていうのを地方ではあったので、それをうちの兄と一緒にやることでそういうスタイルが出来上がるかなと思って今のスタイルになりました。2人とも役割が別々になります。日本料理が兄で、私はお寿司を担当しております。寿司職人が全部作る、日本料理人が全部作るっていうわけじゃなくて、2人で、それぞれに作っていくっていうスタイルになります。2人の意見がやっぱり大事なの、兄との意見が大事なので、2人ともこう意見を合わせることがあるんですけど、自然と2人ともイメージが一緒なので、数あるお皿があっても自然と2人とも同じ場所に行くっていうことは多いです。ワインペアリング、日本酒ペアリングっていうのを組み合わせるっていうことは、ほとんどの店がやってないんじゃないかなっていうのは思います。すごく伝統的なものもありつつ、すごくポピュラーなものを同時に味わえるっていうのは、お寿司だけを食べる、日本料理だけを食べるっていうよりも分かりやすいかなっていうのは思います。で、まあ、見ての通り、特にこう機械を使っているわけではなく、全てアナログで作ってますので、目の前で繰り広げられるこのライブ感っていうのはやっぱり、楽しいんじゃないかなと思います。少しだけそのお出汁を加えたり火を加えることで、その素材そのものの味を生かすというよりも残すっていうことが多いかもしれないです。なのでとてもこう繊細に感じられるので、ソースをかけるっていうようなお料理よりかはあんまり分かりにくい世界観はあると思うんですけど、お寿司は割とこうフィンガーフード的に、そのまま取ってそのまま口に入れるっていう、お魚とお米を同時に味わっていくので、それぞれそのお米は変わらないけれども、上のネタが変わることで味の変化は楽しむことができるんですけど、日本料理でその点少し分かりにくい部分はあるかもしれないですね。これはお寿司を食べるときに、こう水をこう注ぐとですね、こういうふうにこう上がってくれるウェットティッシュになるんですけど、こうお寿司こうこれで指を湿らせてお寿司を食べるっていう時に使っていただいたりもできます。これを食べた方がいらっしゃいますね。はい、なので外国の方がうちに来られても、そういう人たちが日本人にもいるので大丈夫だと思います。いや僕も食べようとした最初、はい、これ食べた方からすごい怒られて、なんだこれはと。ちょっと待ってくださいね。恥ずかしながらですね、これが予約帳の2023年まで今のところはいただいてます。はい。曜日でやっぱりお客さんの人気が違うんですけど、特に土曜日に関してはもう来年も埋まってるような状態になります。平日は大丈夫ですけどね、平日はまだ大丈夫なんですけど、年内は今のところはもうお席は全部いただいていて、週末に関してはもうほぼほぼ満席という感じになります。はい。市役所前の港大通公園。